そして皆様方に最終的にたどり着いていただきたい教師とは何かということですが、一つはできるだけ透明な心になっていただきたいということです。この世の中で清らかに生きるということは馬鹿げたことのように聞こえるかもしれません。一円にもならないじゃないかと言われるかもしれません。あるいは清らかに生きてたって人に騙されるだけじゃないか、馬鹿にされるだけじゃないか、この世では損するじゃないかと思う方もいっぱいいると思います。でもそうじゃないんです。清らかに生きるということは心が透明になっていくということなんです。心が透明になるということは今までに見えなかったものが見えるようになるんです。天上界の霊と同通し、この世の中にいる光の仲間たちの存在が見えるようになるんです。その心の透明さを保つためには皆さんが毎日毎日心の中から錆や垢を落としていくことが大事な修行であると思います。つまらないことだと思わないでください。簡単なことですけども、今日一日を振り返ってこの部分が若干自分は足りなかった、この部分人に対して厳しいことを言ったかな、申し訳ないことをしたかな、迷惑かけたかなと思ったら、それを一つ一つ取り除いて反省していくことが大事なんです。それが心を磨くことになり、鏡の上を磨くようにだんだん透明な心が出てくるようになります。そうすると霊天上界の光が入ってくるようになります。この光が奇跡を生んで皆さん方の生きる力を倍化し10倍化していくことができるようになります。これがお願いしたいことの第一点です。第二点、お願いしたいことはやはり人間として生きている間、愛を持って生きてください。これは綺麗事に聞こえるかもしれませんが、人類がそれぞれ愛を持って生きることに努力するようになれば、この世は一歩一歩前進していくんです。良くなるしかないんです。国籍の違い、人種の違いがあります。宗教の違いもあります。思想信条の違いもあります。それは当然でしょう。また人間としての生き方の違い、職業の違い、いろんなものがあって、みんなの考えは一緒じゃありません。でもそれをあえて受け入れて、この地上に生まれてきて、大勢の人たちがいろんな考えを持って切磋琢磨して磨き合って何十年生きていくことになっているんです。互いの違いを超え、また困難な壁を乗り越えて、なんとか共に生きていける時代を築いていくことが大事だと思います。簡単な言葉でそれを愛と言います。ただ現代ではこの愛という言葉が勘違いされています。どうしても人から奪う愛やもらう愛、そしてもらえなかった時の悲しみとか、あるいは何とかして復讐したいとか、そういう気持ちになることが多いと思います。しかし与える愛を実践できる人が増えていけば、この世は確実にユートピア化していきます。それ以外のこと、収入を上げるとか、あるいは人間関係が良くなるとか、会社で出世するとか、まあいろんなことがありますけれども、それは後からついてくるもんです。それよりまず先に与える愛の世界を作っていくべく努力したいと思います。一円もいらないんです。心の中で自分の小さな発動機を回して、他の人々に少しでも役に立ちたい、優しくありたい、その人に良くなっていただきたい、そういう気持ちです。祈っても実現しないこともあるかもしれません。しかしその祈りが皆さん方の本当の愛の行為であるならば、その愛の行為は不滅です。消えないんです。魂の記録として永遠に残るんです。だからこの世でなすべきことはなしましょう。人が尊いか尊くないかはその人の行いによって決まります。その人の行いがその人の身分を決め、その人の位置づけを決め、尊さを決めます。しかしそれを超えて、さらに祈りを通して愛から祈りが
未来を開くことになります。祈りはまだ実現しないものも含まれています。しかし皆さんが多く祈れば、その方向に世界は動いていくと思います。そういう世界を作るべく、今年最後まで頑張り、また来年以降も共に頑張っていこうと思います。